こんにちは、皆さん。今回は、ブロックスフルイティスをやろうと思います。はい、入りましょう。これじゃ、いっぱいさ、動画、進めていないから、すいません。ガシで、すいません。Yellow flower。 あ、ちなみに僕はミンク V3 持っています。そしてバンティも投げました。アジリティ Amazing。 チュル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 、これがアジリティです。そしてレベルも結構増えました。でも羽が問題。羽が問題ですよね。全部この羽アジリティに使ったからね。なら9個あるので何にあるかな。ディメレメレメレ、ソードは何にある。あ、ちなみにさ、アップデートがありますよ。今日はこれを説明するんだと思うんです。なら勝てに行きましょう。もう終わった。いや、いるいる。バレンタインのショップですね。これはこんな感じでいっぱいフルーツとか金とか、いっぱいあるんですけど、チェンジレースとかいっぱいで、このハートはどうやって取るかというと、 NPC を倒したらハートっていうものがもらえる。このヘアーツってある、これもらえたら、いっぱいもらえたら、なんて言うんだろう、バレンタインショップに来て、なんて言うんだろう、こういうものを買います。僕は一回これを買います。で、僕はこれを買ったんですけど、今フラグメントが上がりましたね。で、このフラグメントでは、なんて言うんだろう、リードで、なんて言うんだろう、リードで技を V2 にするとか、フラグメントはこういうものに必要です。か、ドラゴンブレイズっていうものを、なんて言うんだろう、1500フラグメントで買う。で、アップデートは、そういえばそうだった。ローブフルーツがあるんですよね。ローブ。これですよね。で、このローブにアップデートがあります。新しい技とかあるとか、こういうもの、今僕ローブ持っているかな。なるに見せてあげた。ない。すいませんけど、ない。で、スパイダーフルーツ。これは、ストリングはもうないけど、スパイダーフルーツに変わりました。
これはもう買ったので、でも僕は全部なんて言うんだろう、技は持っていません。最後のなんて言うんだろう、技しかなくて、残っていた最後の技で。で、これはアウェイティングバージョン。で、これ、こんな感じで、これ、スナイパーみたいな感じで。こんな感じで、なんて言うんだろう、敵に撃つ。でこれ今当たったでしょ。でこのこんな感じでモブとかでフライトですね。これがフライト。まだこれのフライもう言えないから、なんて言うんだろう、飛ぶやつがもうないから、もうないな、飛ぶやつは今見せたやつ、スパイダーパッドっていうやつで、いっぱい、なんて言うんだろう、ここに、前はここにフリエンドブーストのなんて言うんだろう、ハートがあった。でも今はもうない。トレードやりたいのか。バケット。僕は、スパイダーフルーツも持っている。パウフルイテスも持っている。交換します。全部持っている。全部持っていねえや。クシーノズ。OK、全然ターチェプトできないし、そしてフェニックスはやらない。クエイクアーマー、別に。で、これがなんて言うんだろう、飛ぶやつ。フライト。フライト。いつもさ、忘れるものがあるの。先にアウェイキングバージョンを、なんて言うんだろう、普通のやつに、いつも。なら、Z 技のなんて言うんだろう、技のアウェイキング、もう、B2 効果なしで、見せてあげます。ちょうどなんてね、ここに、降りる、OK。で、このアウェイキングスエスエクスペートと話す。OK、これ。で、これをオープンすると、スパイデルぐらいなので、こんな感じ。これは僕が考えたことです。これが、Z 技のアウェイキングバージョンじゃないやつ。で、みんなさ、ここに何があるか気になってるよね。僕は何があるかが知っています。それはこんな感じでやってみて、こんな感じで。ちょっと待ってね、こういうの僕はあんまり分かんないから。こんな感じで。もう無理になっちゃった。でもちょっと見える。おお、入れた。こんな感じです。中は。ねえ、このドアの後にはこういうカエルとかベッドとか。で、こんな感じで、OK、出れた。これ何だ？一回も触ったことない。まあ、ええわ。じゃあ、これがアップデートかなっていうの。
で、このなんて言うんだろう、こういうハートとかカフェにも、なんて言うんだろう、で、ローブはなんて言うんだろう、新しい技とかなんて言うんだろう、100マイステリーに着いたら、鳥に、なんて言うんだろう、飛べる。鳥がいて、なんて言うんだろう、鳥がいて、鳥の上に行ける。っていう。ファクトリーがあるので、ファクトリーをやったら、はい、ファクトリーに着いた。で、マグマユーザーね。エラーコード2277。なんでファクトリーがあると時にちょうどファクトリーのある時にガチでなんて言うんだろう、エラーコードがあった、エラーがあった。で、画面もこんな感じで変わりました。今入るの待ちます。日本語になった。アジリティじゃなくて、ここを何書いてるかしら。で、こんぐらいかな。アップデートは。スパイダースレッドのやつも難しい。OK なら。チャンネル登録、高評価、コメント、グッドボタン、よろしく、チャンネル登録してね。僕にもね。それでは、バイバーイ。